お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのバレーバレー枯渇ねやっていきたいなと思いますんで、スペルがねロケットですね。ここロケットの枠が前まではファイヤーボールだったり、まあプリンセスとかもねあります。中型スペルがない、形ですね。まあそんで いろいろあるんですけども、最近ですとロケットがね一番いるかなというわけでやっていきます。ファイボはねこうすごい使われてたんですけども、まあ、スケルトンドラゴンですね。スケドラがめちゃくちゃ流行ってて、まあ、それ対策みたいなとこがあったんですけども、まああとはなんか安牌かなって感じだったんですけど、まあ、ロケだとなんかね気持ちね、ここ最近バルーン増えたくねっていう印象がありますね。なんか高回転のバルーンもですし、ちょっと重たい中型中量級デッキのバルーン、なんかボーラーとかが入ってるバルーンとかもあれば、ラバルとかもね、まあ、あったりと、気持ちなんかバルーン環境が来たかもしれないっていうね、環境っていうのもありますし、まあ大型とかですね、ロケットだと非常に、まあ形組まれた時とか、こう、そういう時にロケットボーイがね、結構優秀ですね。で、まあ、なんかロケット打つ場面なければ、打たなくていいので、まあそういうところではね、まあ万能な感じですね。防衛で困ったら使う、攻めで削りたい時に使う、まあそんな感じでね、はい、やっていければいいかなと思います。で、今回相手は、エリゴレですね、エリゴレ。エリゴレもなんかね、ちらほらいますよね、ここ最近。しかもポイズンごと？ポイズン型って珍しいですね。しかもトルネー、ん？ババコヤエリゴレのポイズン型は僕あんま知らないんですね。まあとりあえず飛ばしていきます。で、枯渇デッキといいますか、このバレバレ枯渇はね、こう個人的にめちゃくちゃ使いやすいデッキだと思うんですよ。このクラロワっていうゲームにおいても本当にトップ3に上げてもいいんじゃないかっていうぐらい個人的に使いやすいデッキなんですよね。なんかまあ枯渇デッキってなると、こうテスラ入りの枯渇、プリンセスが入ったね、テスラ入りの枯渇だったり、まあインフェ入りの枯渇とかが結構今有名なんですけども、まあそれはね、結構僕の中では難しいんですよ。まあ、なんですけど、このバレバレの枯渇はね、なんか役割がはっきりしてるというか、まあ攻めが2枚あるので、結構攻めとけばいいんですよ。攻めて、こう、相手がこうユニットで対応してくるので、それをまあ回収すると。あ、今回あれですね。エリゴレじゃねえ、スケラでした。ババコやスケラですね。そう。なんか役割がはっきりしてるっていうんですかね。まあ、なので、非常にこう、使いやすいんで、マジでね、こう、一度は使ってみてほしいですね。本当に、楽ですよ。楽ですよ。で、トルネ、トルネ？なんか相手のデッキはマジよくわかんないですね。なんでトルネが入ってんのっていう。トルネとタルババはですね、しかも。まあ、これ、ぶっぱしてもいい気もしますね。これ、トルネ、タルがこれで回んないですね。エレキが一回来る。エレキが来る。よいしょ。さあ、頑張って延命をしてあげて。いや、いいですよ。タルババは咲きましたね。あー、これ、勝ちたいけどな。勝てねえかな。吹き矢。吹き矢が。あ、でもマジ、一生なんか吹き矢出して、あとは攻めてるだけみたいな。そんな感じですね。で、気づけば相手のタワーもう1600と。で、次は、まあ、ポイズン打たれるターンですね。2600側に入れてほしくないですね。オッケーオッケーオッケー。で、なんなら、ロキ削りもあり、説。今、ポイズン打たれたんで、ここでスケラ打たれても、まあ、吹き矢、次の吹き矢とかでね、絶対守れるっていうのがありますね。あ、すごい。相手は、こう、まあ、スケラ打ったら吹き矢で防衛されるから、まあ、スケラ打たずに、まあ、コスト今ないだろう。ユニットで攻めちゃおうというような攻めをね、してきてますが、普通に止まりますね。オッケー。で、こう、バレルはね、相手がタルババの時は、右だったり左だったり振ると、こんな感じでゴブリンが避けるんですよ。いや、これがね、強いですね。で、あんまり見せすぎるのも怖いので、ここで吹き矢は一回おさらばして、次の吹き矢でね、また。あとロケ2周ですね。まあ、ボム置いとこうかな。ヒーラーだし。まあ、っていう風な感じで、ロケットのダメ知らないんですけども、370は、あれですね。普通のタワーのですね。よいしょ。で、まあ、一応バレルとかも飛ばしつつ、ロケのダメージ530ですね。いや、めっちゃありますね。さあ、これは、まあ、メガコが入ってるけども、まあ、ロケの方がね、はいですよ、というわけでグッドゲームですね。なんか、
本当に作業がシンプルなんですよ。もうスケバレ飛ばしてゴブリンバレル飛ばして相手が対応してきますよと。でこう2枚あるんでね、1枚だけだと攻めがそれにウッドだったりタルババなんですけど、2枚やれば、まあ、どっちかがユニットで抑えたりしてくるんですよ。まあ、そこを吹き矢で回収して、まあ、回転も早いので、でまたこう攻めるというのが非常になんかね簡単なんですよ。そう、簡単なんですよマジで。なのでぜひ使ってほしいですね。で、ここ吹き矢がいないんですけど、このスケはね、タワーの後ろから出すと2回ね、ルビドラとか受けれるんで、ぜひね、おすすめでございます。よいしょ。もうこれするだけですね。あ、で、さっきからキング起動されてるんで、ちょっとゴブリンバレルの位置、ちょっと気をつけた方がいいですね。ここですね。この角の、まあ、もう1個離さないとキング起動されちゃうんですけど。そう、角に出しておけばキング起動されにくいんでね。適当に投げすぎると、前半でこう緊急起動されて後半すごいきつくなってくるんだよね。僕はバルキリービビのさっきからトルネ声ですが、チン、お、これあれですね。あ、スケラですね。これはなんか普通のバルーンじゃなくてスケラ側ですね。ちょっと、フリーズですね、今回の相手。防衛バレルして一回耐えます。フリーズなので、OK、OK。いやー、待って。やば、吹き矢。オッケー来た。この吹き矢が一生いきます。で、相手これ絶対きついよ。バレキリーか、お、これ吹き矢が勝てそう。勝てる。いや、でかい。いや、これ多分ね、相性がいいですね。まあ、吹き矢、スケラニア徹底と、今回相手はタルババとかウッドとかはないんですよ。トルネしかないので、まあ、そこはまず餌。餌で、まあ、形をこう組んできたら、ロケットボーイすればいいっていう、まあ、ところでは、なんか負ける可能性がないですね、ぶっちゃけ。さあ、ナイト合わせて、ボーラー来たらロケ打ちたいけど、打ったら打ったで、いや、これはもう打っていいですね。さあ、餌ですね。だからロケまだ使ってなかったんで、相手からしたら分かんなかったっていうのありますね。で、トルネでウッドとかタルバもないので、これも飛ばすとき相手からしたらきついと。で、スケラーなので、まあ、スケラーにも先に出しちゃって、スケとかも出して、気持ち警戒してね、吹き矢も出す。で、うっとうして、耐えますよと。あ、待って、うまい。それうまい。待って。え、なんか、やばい。負ける可能性ないっすね。とか、結構どうやってたのに、普通にやばいっすね。これ、吹き矢延命してえな。やべえ、ちょっと待って、やめてくれ。本当に、これ、世界一恥ずかしい負け方する俺、今から。いや、でもこれ、一回捨てちゃおうかな。フリーズ使ってくれねえかな。まあ、一回してます。やばい。こういう日もね、ちょっと、あるっていうね、ちょっと恥ずかしいですが。頑張ります。まあでも、攻めるだけ、ね、まあ、バルキリーとかがいるんで、あんまりね、やりすぎてもカウンター受けますが、オッケー。ウッド系がないので、それはめちゃくちゃいい。で、まあ、ボムとか置いとけば、とりあえず有利。とりあえず、なんとか耐えれる。で、インド、まあ、ユニットもう1枚ぐらい欲しいですけど、まあ、ロック打っちゃいますね。で、まあ、気持ち攻める。攻めまくったら、相手からしたら絶対きつい。で、ボムが頑張る。で、もう1回ボムちょっと置きたいですね。まあ、謎な位置なんですけどね。で、吹き矢、ちょっとめっちゃ隅っこに置いて、フリーズをね、若干打ちにくい感じのね、位置で、からのフリーズですね、相手。さあ、まずキング起動がでかいのと、あ、ボム？ボムがめっちゃ頑張ってる。え、ゴムボムがサボった。ちょっと待って。やばい。え、めっちゃ負けそうじゃん。ボーラー強くね？で、落ち着け。え、ちょっと待って。負けるのか、俺はこっから。すごい、あんなに。いや、でもある。これはもう攻めて、で、フリーズするしかないですね。来たら、来るぞ。フリーズ今度か？来ないと相手は？これは、ウッドで終わりと。OK。いや、危ないですね。いや、なんかこれね、もっと綺麗に勝ちたかったですけど、こう、トルネプラスの、フリーズですね。で、吹き矢を処理されてしまった時の、相手のこう、ベビーとかね、バルキリがすごい残ってて、スケがね、残ってて、めっちゃ入ったので、ウッドですね。僕がウッド早かったのと、咲かなくていいのに咲いてたっていうのが、ちょっと良くなかったですね。もうちょっとウッドを食らせる。フリーズ相手にはしっかりね、最後まで待っとけば、あんな大ダメージを受けることもなかったんじゃないかな、という反省ですね。まあ、勝てたんで、まあいいかな。
動画的にちょっと面白くなったかなっていう。そんなん一個も考えてないですけどね。まあまあ、とりあえず今回で、スケラですね。打ってくるのが早いんじゃ。ちょっと待って待って。で、これは、痛いが、痛いな痛いなんなーボーラーハッチャー、ゴブリンギャング、やなーね。またまたなんか、見ないスケラの形ですね。もしかしたら、こう、墓石とか。墓石とかもすごいあるかもしれない。あっちゃ。あっちゃちょっと嫌ですね。さあまあでも今回言ったら矢の雨だけなので、まあ吹き矢、スケバレ、ゴブリンバレル。僕には枯渇枠が3つあるので、まあどれか生きてくるでしょうという感じですね。矢の雨が厄介だな。ボーラーと。さあとりあえず、とりあえず適当に回していきます。スケラ用に吹き矢取っておきつつ、まあ回転が早いので、そこまで意識する必要もないですけどね。いや、ロケは悩むけど、ボーラーとかもできたらな、出したいな。飛ばしますね。矢の雨持ってるかな？いや、めっちゃいいボーラーだな。転がすの慣れすぎでしょ、あのボーラー。いや、これウッド使ったら結構やばいな。まあ、ボムで。さあ、この人はね、フリーズっぽいですよね。間違いなく。で、この単体スキルとか普通フリーズじゃないとやんないっすけどね。そう。いやー、やばい。まあ、右サイドちょっと削らす感じですね。削らして、削らして、これでアーチャーか。いや、でかい。いや、好き頑張れ。待って待って待って。やらめ使った。ここで、ゴブリンブレル。いや、バルキリーですよね。いや、ですよね。逆だったかな。ナイトとこう、ゴブリンブレルがついでに処理されちゃってるのが痛い気もしますね。さあ、スキ出して、警戒して、スケロ？いや、打ってこんのかい。打ってこんのか、打ってくるんかい。ちょっと待って、ちょっと待って。痛い。ゴブリンバレル飛ばす。ヤナム打たれた。こうなんか、スケがね、前、めっちゃ外に出るようになったんですね。ちょっと最近の修正で。まあでも、それもなんかこう、治るみたいですね。前のスケに戻るみたいな発表がされてた気もします。これ、ゴブリンギャングが後ろ側に出る可能性が高いので、こう手前に落とすのがいいですね。いやー、お前かい。石ころ。石ころ旦那さん。いや、これ、もう一回耐えますね。もう一回耐えるしかないですね、僕は。で、攻めながら耐えていきます。これに、ヤナムを使ってほしいが、まあ、アーチャーか。アーチャーを処理してしまい。だって、吹き矢、吹き矢、オッケー、吹き矢来たらでかい。これは、大チャンス。だって、これで飛ばして、え？相手それをやってね？相手やってる。これ、スケがめっちゃ強いんですよ、これ。スケだけで、本当にスケだってめっちゃ守れると思ったら、俺のスケ弱っ。俺のスキーはちょっと待って、ウッド耐える。さあで位置をコロコロ変えていきますね。いやいいぞ、吹き矢の射程。待って、ロケが538でしょ。いやこれなんか回せスケラ打たれる。これさすがに左側吹き矢出しとけば OK。 さあグッドゲームとね。いややっぱロケもね結構いい味出してますね。この後半になった時に削りきれない。まあ、それをロケで全部削ってるので、先ほどからね。まあ、相手がこう、クロスとか、まあ、ホグとか、なんかそういう相手だと、ウッドがやっぱ高回転で回ったりだとか、まあ、施設がね、あると、スケバルとかも通らなくなるので、まあ、そういう相手には結構こう、ロケ削りとかもすごい刺さるんじゃないかなと、思います。というわけで、よろしくー。さあ、これ勝てば、久々の4連勝ですね。なんか道具内、なんかいつも1回ぐらい負ける気がするんですけど、負けずに行きたいですね。スケバレ飛ばす。で、まあ、一回待っていいですね。これに、なんか使うんですよ。そしたら、こう、ゴブリンバレル投げて、いや、これ、キング起動できない。トリネ使った。で、これを、まあ、吹き矢で回収すると。で、横にずらすと、1体外れるんで、まじ、ゴブリンバレル横にずらすの最強ですよ。あれ、ウッドだと、ま、意味ないんですけど、ウッドだと、1個奥ですね。1個奥にずらすようにすると、空振ることが多いです。この辺ですね。まあ、そういうなんかね、いやらしい技っていうんですか、性格悪い技っていうんですか、まあ、言い方むずいですけど、なんかそういうのも結構大事ですね。まあ、それだけでこう一発二発、そしたら最後の数百の、まあ、ダメージでね、決着がつくこともありますので、今回相手はまだトルネを取ってるので、このずらした方に出して、まだ金起動されてくないですね。おっ、OK、金起動できない。よし。これね、いや、マジで大事ですからね。で、吹き矢でまた回収すると。で、そうすると、まあ、僕は回転が速いのと、今回、檻も使ったベビードラのターンで、
こね、あ、タルババを使ったらさあ、いやこれめっちゃ入るぞ、いやめっちゃ入るぞこれ、いやいいけど今回相手スキャラだと思ったけどゴレっぽいですね。これ端前ランバーとかされると終わりそうな気もするんですけど、これめっちゃ許容しますね。めっちゃ許容して気をつけて、オッケーオッケーオッケー、耐えます。まあ、ダメージはめっちゃ与えたので、オッケーオッケーオッケー、タワーがおられないように守ればいいですね。でまあ一回待ちましょうか。こう書いてゴブオリと、まあ、トルネと、まあ、タルババがある感じで、まあ、ロケあるんで正直右側はねほぼ削れるっすね。なんで左もちょっと削りにきつつ、タルババこれね、あ、タルババ警戒で横にずらす、いや無視、相手は無視ですね。となると、まあ、僕はこれぶっ破されるわけなんですけど、ロケ防衛で耐えたいかなというような感じですね。まだライトを撃たれるかな、これで一回ライトかな。うん、さあとりあえずスケバレとかで耐えようかな。でボム置いて、よしよしよし、でトルネやられる。まだここで竹がベビーにね多分行くんすよ。でウッドでこのゴレマイトも処理して、吹き矢が、あ、オッケーオッケーオッケー、高回転吹き矢 OP ですね。で最悪マジでスケバレで竹取ればいいんでね、アイウィズが死ねば OK。 だからもうめっちゃいいですね。まあ、今回ロケを使わなかったんですけど、とか使えなかったんですけど、なんか相手が陸とかがね、まあランバーとかすごい明確語とかライドラとかいると特にこうロケット防衛がね優秀になりますので、ぜひねこのロケット型もね皆さん使ってみてください。というわけで今日はねこんな感じで終わりたいと思います。よければチャンネル登録とね高評価コメントどうもよろしくお願いします。あのトラグもねしっかりやっていきます。ではお疲れちゃんでした。またね。